田選手とかいい。あった日本の魂。あった後ろの足蹴り。あった足が足が下がり当たった。スリっぽかったんですよね。素晴らしい意地を見せた浜田博美。しかしやはりアンディ・フグは鉄人だった。本当にノブ選手は欠場になったんですが。